皆さんどうも、霊夢です。マリサだぜ。前回最後に紹介した通り、今回はいつもの特撮解説ではなく、マジンガー Z というロボアニメについて解説したいと思うのぜ。マジンガー Z っていうと、元祖スーパーロボットの金字塔として名高い作品だよね。そうだな。これまでのロボットものというと、鉄腕アトムのような人格を持ったロボットそのものが主役のもの、あと鉄人28号のようなロボットを外部から操縦するタイプのものが存在していた。どっちも言わずと知れた名作だね。ただ今回紹介するマジンガー Z というのはロボットに直接乗り込んで操縦して戦うというもの。今となっては当たり前だけど、ここで初めて登場したジャンルだった。意外だね。ありえそうでこれまでなかったとは。原作はデビルマンやハレンチ学園などでおなじみの永井豪先生。今回紹介していくのは基本的にアニメ版だけど、同時進行で永井豪先生の原作漫画も一緒に連載が始まっていた。この時代はそういうパターン多いよね。永井豪先生の漫画は途中で連載が終了してしまったけど、アニメの方はスーパーロボットブームを生み出すほど人気を博した。平均視聴率は 22% で、最高は 30% を超えていたという。すごい人気だね。作品の大ヒットとともに、超合金やジャンボマシンダーといった関連玩具も爆発的に売れた。おう。超合金は今もシリーズ続いてるよね。そうだな。これまでは実写の版権収入が9割だったが、マジンガーのヒットによって逆転し、アニメの方が収入が上になったという。本当にすごいなぁマジンガー。当時の市場環境すら変えちゃったのか。マジンガー放送まではテレビアニメは衰退していたらしいんだけど、マジンガーがヒットしたことでアニメの価値を改めて示すことができた。それによってブームが巻き起こり、テレビアニメの制作本数が増加したという。なるほど。マジンガー Z という作品は単純にヒットした作品というだけの話じゃなく、アニメという業界そのものをも救った、この時代においてターニングポイントとなる作品だったのね。それだけにこの時代はもちろん、これ以降の時代にも与えた影響は凄まじいものだった。なのでスパロボ好きとしては、このマジンガー Z という偉大な作品はどうしても無視することができなかったのぜ。ということで、早く72年の特撮作品を紹介してほしいと思う方も多いと思うんだけど、先に紹介させてもらうことにしたのぜ。では次に、登場人物たちについて紹介していくのぜ。まずは本作の主人公である、兜浩二。祖父が残したスーパーロボット、マジンガー Z のパイロットとして戦う、16歳の高校生。16歳なんだ、めっちゃ若いね。抜群の運動神経を誇り、得意なオートバイテクニックを応用して、マジンガーの性能をフルに引き出している。気をつける。こっちとら体は小さくても喧嘩には負けねえんだ。あばよ。いやいや、すごい操縦テクだけど普通に危ない。今見てもらった通り、昭和の江戸っ子気質なタイプでかなり喧嘩っ早い。まあ実際昭和だしね。でも社交的な性格で、目上の人間には礼儀正しく振る舞う好青年でもある。ただ荒っぽいだけの少年じゃないのね。両親は物語開始時点で他界しているんだけど、それを感じさせないほど明るい。意外と重い設定があるのね。そんな兜浩二を演じるのは石丸ひろやさん。数多くの作品に出演されている超ベテランの声優さんだな。代表作はやはりマジンガー Z の兜浩二。よーし、一暴れしてやるぜ。ブレストファイヤお、やっぱり石丸さんの兜浩二は抜群の安定だね。スパロボ作品だと他にも弾空画の葉月長官が有名かな。エネルギー充填 100% ガンドオール砲を撃て。こういう落ち着いたキャラも似合うね。吹き替えで有名なのは専属で吹き替えをしているジャッキーチェン。千鳥足剣、一本足を見せて回転飛びにやりかか。バケだ。キャー！どすこい剣。ああ。
そういえば、ジャッキーの声も石丸さんか。あと特撮関連では、ウルトラマンタロウの声を長いこと担当されてるな。ストリーム光線。負けぬ。私は今、やっと理解した。おお、太郎の声も石丸さんだったのか。ほんと有名で、息の長い役を演じられてるのが多いんだね。ウルトラマンレオでは、顔出しで出演されてるんだけど。うわぁ助けて。あ、石丸さん。確かに声よく聞くと、カブト浩二と同じだね。では次に紹介するのは、本作のヒロインである弓さやか。カブト浩二に負けず劣らず、おてんばでかなり勝ち気な性格をしている。そのため二人はよく喧嘩している。でもそれは浩二に好意を寄せているためであり、お互い素直になれない、照れ隠しみたいな感じである。いいねー。青春って感じだねー。初代マジンガーガールズなだけあり、高校生離れした美人で、ナイスバディの持ち主。現代でも普通に通用する、可愛いヒロインだよね。コウジの乗るマジンガー Z と共に、最後まで勇敢に戦い抜いた。ほんとすごいたくましいな。そんなさやかの声を担当したのは、実は3人いらっしゃるんだけど、1話から13話の初期を担当されたのは、松島智子さん。松島さんハマー声優さんというよりは、役者メインの方だな。映画を中心に、数多くの作品に出演されてるな。なるほど、声優の仕事の方が珍しかったんだね。有名なのは長いこと出られている、石垣食品のミネラル麦茶の CM。もうすっかり元気になりました。ありがとうございました。世界中どこへ行っても、ミネラル三茶のおかげで、スリムで元気。ミネラル三茶。なんか懐かしい CM 特集で見たことある。あと86年にケニアに訪れた際に、ライオンとロウと立て続けに襲われて、大怪我を負ったことがある。立て続けに。運よく助かったが、普通なら確実に死んでいたと言われている。すごい経歴を持ってる方だね。で、14話から39話まで担当されたのは、松島みのりさん。この方は青にプロ所属で、声優がメインの超ベテランの方だな。スパロボでも長いことさやかを演じられているので、弓さやかの声といえば、やはり松島さんが一番しっくりくると思われる。行こうよ！スカイドリーム！何事だ？あ、確かに弓さやかといえばこの声だね。松島さんも数多くのキャラを演じられてるけど、有名なのは筋肉マンのミートくんかな。地味な技だが決まった瞬間に描かれる曲線が美しい。懐かしい。ミートくんの声も演じられてたのか。後半の40話から92話まで演じられたのは大地琴恵さん。当時は江川彩子という名義だった。廃墟所属の方で声優女優両方こなされてるベテランの方だな。同じスパロボ作品として後に、勇者ライディーンのアスカレイというキャラも演じられている。ミサイル発射します。お、さやかとは全然違う、クールでかっこいい女性だね。あと特撮では、ビジンダーの声なんかも演じられているな。ビジンダーやられてたんだ。次に紹介するのは、カブト浩二の喧嘩友達であり、後に良き友人となっていくボス。ボス？本名は？それは永遠の謎だな。東条学園の番長的存在で、ムケ、ムチャという二人の子分を常に連れている。子分も本名わかんないんだね。季節を問わず、常にオレンジ色の半袖シャツを着ているのが、ある意味トレードマーク。夏はともかく冬は寒そう。浩二への強い対抗意識からか、48話からボスボロットに乗って、共に戦うこととなる。おう、ボスボロット。そんなボスを演じるのは、大竹宏さん。この方も当然ベテラン声優さんで、数多くのキャラを演じられてるな。有名どころだとパーマン2号、あられちゃんのニコちゃん大王、キテレツ大百科の豚ゴリラなどかな。さすが大御所だけあって、有名どころ多いね。特撮関連では、激走戦隊カーレンジャーの敵組織、ボーゾックの総長ガイナも。平成に入ったらいずれ紹介する時が来るかな。
その時が楽しみだね。あとスパロボでも長いこと、もちろんずっとボスを演じられていた。かっこよく暴れてやるわよ。そりゃオラバットのダイナミックススペシャルだったわよ。やっぱ大竹さんのボスはある意味落ち着くね。ちなみにボスは、何々だわさ、ほにゃららわよ、といったおねえ言葉で喋ることが多い。これは大竹さんのアドリブらしい。お、さすがは大竹さん。次は浩二の弟である、カブトシロウ。兄と同じで両親を失いながらも、元気で明るいやんちゃな少年。いかにも元気な、昭和の少年って感じだね。声は沢田和子さん。次はマジンガー Z の父となる、光子力研究所の責任者である、弓玄之介教授。名前通り、弓さやかの父親でもある。研究所の所長であり、ヒロインの父親でもあるのか。常に冷静沈着で決して悪には屈しない強い正義感を持っている。さらに戦いで何度も苦戦するマジンガー Z を、数々のパワーアップでサポートする。マジンガー Z にとっては、なくてはならない人なんだね。また家族がいないカブト兄弟を、実の息子と同じように面倒を見ている。兄弟二人も弓教授を、先生と呼んで尊敬している。カブト兄弟にとっても、親と同じくらい大切な存在なんだな。演じるのは柳ジョージさん。昭和から平成とかけて、長いこと数多くのキャラや作品で、第一線を張られていた大御所声優さんだな。有名どころだと、ヤッターマンのボヤッキー、巨人の星のバンチュータ。ドラゴンボールのナレーションや、海王様など有名どころばかりだな。すごいなぁ。必ずどっかで聞いたことあるのばかりだよね。あと同じロボアニメとして、ゲッターロボ G の車弁慶があるな。これでも食らえ！行くぞ！優勝！なるほど、ゲッターポセイドンに乗ってたのかー。特撮だと、アクマイザー3のガブラの声などもやられてるな。おう、近いうちに紹介されることになりそうだね。あと弓教授の助手をしている三博士。のっそり、もりもり、せわし博士がいる。助手だけど、弓教授より年上っぽいね。弓教授と共に、マジンガーの修理、改造、パワーアップなどを行う。この人たちも、研究所には欠かせない人たちなんだよね。64話から登場する、ボスの桃園にあたるミサトという女性。気立ての良い美人で料理の腕も抜群のため、家政婦としてカブト家に雇われていた。おう、確かに美人さん。ただ思った以上にアクティブな女性で、光子力研究所の一員として共に戦うこととなる。昭和の女性は美人でもたくましいな。最後に紹介するのはカブト兄弟の祖父であり、唯一の肉親であるカブト十三博士。平和利用のために光子力を発明したが、新薬に備えてマジンガー Z を建造したすごい人。おう、この人がマジンガー Z の開発者だったのか。1話で残念ながら、瓦礫の下敷きとなって死亡してしまう。浩二、お前はあのマジンガー Z さえあれば神にも悪魔にもなれる。浩二、マジンガー Z さえあれば、お前は超人カブト浩二として生きてゆける。さあ行け、操縦法はマジンガー Z のそばにあるホバーパイルダー号だ。そのホバーパイルダーをどうやって操縦するの？操縦法はあのホバーパイルダー号に乗ってマジンガー Z の頭の部分に、そしてだ、うん、あ、おじいさん、おじいちゃんしっかりして。おじいさん、おじいさん、おじいちゃん、おじいちゃん死んじゃやだよ。おじいさん、おじいちゃん。テレビアニメではこの通り、真面目で優しい、いかにも誠実な博士といった感じ。でも漫画版や新マジンガーだと、狂気じみた恐ろしい競争のキャラになっている。全然キャラが違う。というところで、味方側の登場人物はそんなところだな。次に紹介するのは、敵側の登場人物。まずは悪の天才科学者であり、敵組織を指揮するドクターヘル。地中海のバードストーで古代ミケイネの遺跡を発見し、そこに残っていた技術により、機械獣軍団を作り上げて世界征服を狙う。いかにも悪い科学者って感じだね。ちなみに機械獣とは、ロボットなのに獣じみた動きをするということで、機械獣と弓教授が名付けたものだった。あ、ドクター
ヘル自身じゃなかったんだ。演じるのはベテラン声優の富田晃生さん。この方ももうずっと第一線で頑張られていたため、数多くの作品でいろんなキャラを演じられている。有名どころだと、平成のバカボンのパパ、ロボアニメだとゲッターロボの早乙女博士、コンバトラー V の四谷博士、ダンガードエースの大江戸博士、ゴッドシグマの風見博士、鉄人28号の大塚所長、ボトムズのゴートなど、数多くあるな。自らロボ乗るキャラはいないけど、それをサポートする博士キャラ多いね。武者ガンダムなんかも演じられてたこともあったな。おう、ガンダムやられてたんだ。そんな富田さんなんだけど、今年の9月に残念ながら、84歳で亡くなられている。ご冥福をお祈りいたします。次はドクターヘルの一番の腹心である、アシュラ男爵。古代ミケイネ人の夫婦のミイラを合体させて、サイボーグ化したためこういう見た目になっている。アシュラ男爵のこの見た目のインパクトは、ほんとすごいよね。もちろん悪いやつなんだけど、悲しき中間管理職みたいな感じで、上司や同僚に責められる姿は、なんかかわいそうになってくる。そのため後半は、とにかく謝ってる姿が印象的だった。確かになんかかわいそうだね。演じるのは男性側がまず、柴田秀勝さん。柴田さんも今もなお第一線で頑張られている、大御所声優さんのお一人。古くはタイガーマスクのミスター X、ナルトの三代目ホカゲ、ロボモノなら続編のグレートマジンガーで、ラスボスの闇の帝王、ガイキングの大文字博士、ダンガードエースのキャプテンダンなど、数多くの作品でキャラを演じてるため、キリがないくらいだな。ずーっといろんなキャラクターを演じられてるんだね。特撮だと仮面ライダーストロンガーの、ジェネラルシャドウ、聖獣戦隊銀河マンのラスボス、ゼイハブ船長など、特撮でも数多く演じられている。アニメだけじゃなく、特撮の方まで。で、女性側の方を演じられているのは、北浜春子さん。柴田さんたち同様、古くからいろんな作品に関わられている、ベテランの声優さんだな。まあ時代もあるけど、大御所のいい声優さんばかりだね。次に首と胴が離れている不気味な幹部の一人、ブロッケン伯爵。ナチスの元将校で、ドクターヘルのサイボーグ手術で蘇った。出た、昭和で便利なフリー素材、ナチス。アシュラ男爵とは同僚だがとても仲が悪く、互いに足を引っ張り合うことがしばしばある。こういうところが敗因につながるんだろうな。プライドが高いのか、最初はちょっとドクターヘルに対しても不遜な態度をとっていた。元ドイツ軍人だからかな。で演じるのはやはり大御所で有名な、滝口純平さん。多分一番有名なのは、ヤッターマンのドクロベイかな。よーれー、予感が当たり、また失敗だべ。それはドクロストーンじゃなく恐竜の骨だべ。あのここの赤ポンタン、お仕置きだべ。あらら、やってくる。あらら、滝口さんといえばこれだよね。それ以外にも当然、数多くの作品とキャラを演じられてるな。あとナレーションでも有名で、ぶらりと中下車の旅なんかは、モノマネされるほどの代表的なものになってたな。ああ、あの特徴的な話し方がいいんだよねー。残念ながら2011年に、胃がんのため80歳で亡くなられている。もっと滝口さんの、味のある声聞きたかったねー。そんなドクターヘルの軍団が率いるのは、鉄仮面軍団と鉄十字軍団。被っている鉄仮面は頭蓋骨代わりで、その下は脳髄がむき出しになっている。うわ、意外とグロい設定。後半にもまだ幹部は追加されるんだけど、それはもう少し後にしようと思うのぜ。ということで、ここでひとまず一区切りしようと思うのぜ。それではまた。